どうも、エル歌舞伎のエル歌です。どうも、ネロヤシです。ということですね、高地昇さんがですね、はい、ツイートの方で、うん、謝れないっていうのも生きづらさの一つだな、うん。俺なんかこの典型で、謝ることは負けを意味し、偏、う、説、ん、であり、うん、一貫性がないとすら思っていた、うん。自分が間違っているとか、むしろここは折れた方がいいよなと、心の奥底で気づいていても、突っ張ることが男だと勘違いしてた。本当に面倒くさいやつだと反省しきりということで、まあ、ちょっとこれ森さんの謝罪会見ぐらいの時にちょっとつぶやいてるやつなんですけど、まあ、うん、何を言ってるかは高地さんってね、うん、ちょっと前にあったもんね、そういう話でね。あ、そうなんですか。自分の親父の話とか、うん、はいはいはい、話すっていうの前にあったと思うんだよね。でも俺すげえなんか共感っていうか、はい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 、あ、高地さん森、俺はかっけえなと。高地さん俺はかっこいいけどね、うん、うん、でただそのね、俺まあ、森さんのさ、うん、言われてんじゃん、あの切り取りがあって謝罪になってみたいなさ、うんうん、で一応ねコメントも来てたんで、僕で、ね、全文読みました、はいはい、で僕の主観言うと、あ、主観ね、はいはい、あれ切り取られてひどいって言われること言うんじゃなくて、全文的にどうなのかなと思いましたね、うん、僕はね、俺もね全文読みましたよ、はい、40% とかって話があったじゃないですか、はいはいはい、でそれを読んだときに、必ずしも 100% こっちに振り切れるかっていうと、うん、ちょっと待てよって思うから、だからね、それはね、ちょっと納得したのは、デーブ・スペクターさんが、うん、まあ、番組で言ったのか、ツイッターで言ったのか、ちょっと定かじゃないですけど、やっぱりあの世代、その男尊女卑の教育で受けてきてる人たちだから、うん、あれは森さんの意見というよりは、うん、その今のお年寄りっていうのは、うん、やっぱああいう会話になると。で、うん、で、蝶野正弘、うん、プロレスの蝶野正弘が、はい、森さんは、プロレス協会の会長に就任した方がいいんじゃないかと、ね、いうのを東スポの一面でプロレス界も男尊女卑、プロレス界なんていうのは例えばねいや、プロレス界男尊女卑じゃなくて、ちょっと待ってよ、ちょっとデーブ、違う、デーブさん大丈夫か、それでプロレス、ちょうど正弘が言ってるのは、うん、もうそういうこと言ってた、そのあの年のやっぱ年代の人の持ってる価値観っていうのは、うん、ちょっとああいう部分があるっていうのは知っておいた方がいいし、うん、あとは意外とそういうああいう世代の人っていうのを一人置いとくっていうのも、その差別はダメとしても、ね、いいんじゃないか。だからあの年、うん、年代の人は男尊女卑っていうふうに言うのは、まあ、うん、あるかもしれないっていうか、うん、全員が全員でもないってこともまず分かんないからダメだと思うし、もちろんそれはそうよ、うん、っていうのもあるし、うん、果たしてそういう感じなのかなっていうふうに一歩引いてみてほしい、はいはい、なんかいくって言っちゃうの分かんないけど、ただね、俺はその女性はみたいなの何回も言ってたから、うん、いや、それはね、だからそれはいろんな人言ってますけど、いや、誰々はってことだから、その、はやっぱり、うん、まあ、流行りの言葉で言えば、やっぱ価値観のアップデートはしれない、しきれてないよなっていうのは。だから自分の、うん、経験したことで、女性はとかっていう、うん、使うと思うと思うんだよ、うん、男性は、はいはいはい、男ってはさ、って、うん、ね、言うと思うから、ね、そこも含めて考えないと。うん、じゃあ、この人が、うん、じゃあ、森さんが83歳代表なのかっていうと違うし、うん、はいはいはい、多分同じ83歳も、いや、ちげえし、うんうん、めちゃめちゃ尻に惹かれましたよ、私っていうのはあると思うし。で、ちょうど正弘が言ってたのは、そのプロレス界っていうのは、うん、やっぱりその、水面下で動いてて言っちゃいけないことを、藤波さんが社長の時に言っちゃったこともあるし、長州さんなんてパワハラ表に出してたし、みたいな。トースポーに思いっきり書いてて、ね、いや、そんなん書くんだ、みたいなちょっと思ったけど。そうだから、あれだね、要は森さんの言ったことを、うん、世間全てがその世代全部そうだ、みたいな風に、うん、言うとね、小さいことを、よりその、うんうん、全部がそうだとかっていう風にするのはちょっと、あ、なるほどね。ただ、ただ逆に、それを聞いて、デーブさんの読んだことによって、うん、あ、俺ちょっと、あ、なるほどなっていうか、うん、ちょっとだけ思いましたよね。恐ろしいのは、うん、デーブ・スペクターの恐ろしいところは、うんうん、すっごい引いた目で日本見てるっていう。あ、実はね、はいはい、バカなふりしてる、一番怖いタイプのね。で、そこで、僕はね、バラ色ダンディを聞きたいのはね、はいはい、MX テレビの。そこでね、歌丸さんとちょっとカチンとぶつかると瞬間がすごい楽しいんですよ。ちゃんとね、ご意見が分かれて。そう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 。これはね、映画の時にね、その話があったんで、はいはいはい、ぜひ皆さん。なるほどね。でね、俺ね、その森さんので言いたいので言うと、うん、言いたいってことはなんかすごいあれみたいな。俺、ご意見番目指してるわけなんだけど、あれね、20分謝罪会見見たんですよ。はい、うん、で、じゃあまあ、その前の言葉の中に悪気がなかったとか、抜き取りっていうのは、ね、じゃあ一回置いといきましょう。じゃあ、うん、
一個思うのは、なんで謝罪会見を開いて何しに来たのかってことがすごく不明瞭だったんですよ。それはわかる。いや、あれは会長を続けてオリンピックをまだやりたいっていうことであるんであれば、やっぱあの態度で20分臨んでしまえば俺はダメだよな。ただでさえ切り取られて何度も痛い目あってるわけですから、で切り取りで言ったら俺20分あの会見見てやっぱりありましたよ、どっかのニュースで何個か質問させてほしいんですけどって言って、いやいやそんな時間ないから1個か2個にしてっていうところだけ切り取ったんだけど、実はそのちょっと前にもうあれ会見の終盤で司会の人が、あと 2,3 で終わりにしたいと思いますみたいなこと言った後に何点かって言ってるんですよ、マスコミの人で。だけどそこの切り取りも俺は見た。だからそのあの切り、まあまああるけどね、なんだろうな、なんて言うんだけど、その、まあ、会見俺ね、実は見てないんですよ。はいはい。なんかすげえ、ね、悪い、口が悪いみたいな人はあれだけども、俺はからすると、その前日の分ね、なしにしようって言うけど、はい、落とし穴に落ちた人なんだなって、うん。落とし穴に落とされた人の会見は起こるよなって。はいはい、なるほどね。で、そこの我慢強さは持たなきゃダメだと思う。持たなきゃダメだし、で、さらに、じゃあちょっと俺、茂木健委員長じゃないけど、あの、お笑いにつなげると、はいはい、渡部さんの謝罪会見っていうのは、実はあの人は、後ろにいろんな人を想像できてたから、あの、はっきり何も言わないってことですごい叩かれてたけど、あの、何も言えないんです、すいませんっていうところに、俺からしたら、この人いろんな人に配慮できるんだなって俺は感じたのね。だから俺は、ガキスカで見たかったよ。いやいや、それはもう俺はガキスカで見たかったんだよ。それはやめた方がいい。それはやめた方がいい。それは、いや、でも、でも、でもさ、そこでさ、ネタバラシみたいなことでカットされたんじゃないかっていうふうに言われてるわけじゃないの。見たかったよ俺は。それはね、見たいよ。見たいでしょ。見たいけど、そのさ、下世話な部分もあるのがさ、テレビってあるけど、お笑いのさ、昔のね、でも良さでさ、それをやろうとしたんだろうなと、でもできなかったっていうところがちょっとなんか、いや、それはね、それは例えば俺ら今こう YouTube でさ、見たら感動するぜ、いろんな人来てもらってさ、あの好き勝手喋ったりさ、ライブので普段やって受けてる感じとかもさ、ここでみんなに見てもらってさ、すごい、あの、あ、これすごいいいなと思うんだけど、やっぱりその俺らもね、ほとんど地上波が出たことない、まあ、出してもらったこともあるけど、やっぱりそのいろん今の地上波のテレビっていうのは、いろんな制約の中で、いろんなルールの中で やるっていう、もうやっぱ競技なんだよ。だからネットテレビがあって、YouTube で発信する。だって、論文の淳さんなんて、言いたいことがすごいあったら、やっぱ YouTube で毎日発信してたもん。で、あんだけ司会やっててもね。だからこそさ、その、なんつうの、まあ、渡部さんが出るかもしれないって言われてさ、それはさ、まあ、芸人とかはあるかもしれないけど、でも作っている人たちがいてさ、これ出したいって、面白いと思ってみんなでやってるやつを潰すのは、ね、だからあれはいろんなものが絡んじゃったんだよね。いや、やってよ。いや、まあ、でもあれはできなかったのはしょうがないと思ってる。ああ、そういうことよ。なんかね。そうそうそう。でもやってほしいよな。やってほしいっていうか見たかったよな。そうそう。っていうのは。まあ、あるよ。だから一つ、ごめんな。ちょっと話を戻すと。結構ガハハって笑ったと思うよ。いや、それはね。だけど、その、まあ、だから森さんに関しては、森さん、謝罪会見受けたなら、あ、そう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 、そこの脇のしないならしないでいいと思うし、そうそうそうっていうのはちょっと思いましたね。まあそれはね、だからしないって言えばしないで怒られるしな、だから落とし穴に落ちたどっかで見ちゃったからなっていうのもあると思うよ。そうね。だからその前だったらまだ 50-50 じゃないけども、見れたんじゃないのって、もうベクトルがもう片方にガッツリいってたからね。まあそうね。ただまあそうなってなんだろうね、そこの対処力とかも俺はね、必要だと思いますけどね。まあ、どんだけそれを、ね、発信してくれるかだと思うよ。ね、だってもう全部見れるわけですから、今はね、全部見てさ、また世論もいろいろこう、あちこちしてるわけだからさ。朝日新聞なんか、最初全文流してんだよね。そうなんだね。そうなんだ、全文とかのやつで、ネットのやつで見たけど。俺はスポニチアネックスさんで見ましたけど。俺、なんでこれがこんなことになってんだろうって思って。俺はまあちょっと、まあ、これはって思ったけどね、全部読んだ上でね、それはまあいろいろ違いがあると思いますけれども、そしてですね、TOKIO はみんな踊れる、むしろうまいということで、ジャニーズ伝説の振付師が告白したということで、TOKIO って踊るイメージないな、踊ってるところを結構みんな見たことないんですけど、実はめちゃめちゃ踊りが上手くて、僕ドラム叩いてるとこばっかり。いや、そうね、それはもう一人に限定されてるけど、松岡君はあのベースの人とかもいるし、どれが誰か分かんないけど、松岡君でしょ、ドラムは。ベースは国分君とかね、なんかちょっと分かんないよ、間違っちゃごめんなさいね、あれか分かんないですけど、松岡君はね、北海道出身っていうところです、松岡君は、はい、
確かね、松岡がね、ちょっと態度はでかかったけど、ダンスはうまかったよ。嘘、はい、まあ、いや、でも松岡そうであってほしいよね。僕は松岡君はそうあってほしい。振付師のボビーさんがですね、TOKIO が実は踊れたということを明かしたと。もともとなんかいろんな先輩たちのバックやってて、すげえ踊りがうまかったらしいんだけど、はいはいはい、そのバンド一本でここまで来てるっていうのが、まあすげえと。でもカラオケで歌っちゃうとか、歌わされてしまうっていうね。噂のキスをあげるんですよ。ごめんなさい、僕は一回も歌ったことないですよ。ヘイヘイなんか、ね、はいはい、やっちゃいましたよ、私は。ああ、そうね。はい、とかね、はい、いろいろありますよね、曲ね。いや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 、ね、中島みゆきさんの空船。いやいやいや、ね、それ大僕はね、ゲオですね、はいはい、某ゲオ店であったんですけども、はい、AV コーナー行った時に、うん、サラリーマン風の人が空船がかかっている中、うん、一生懸命あのどれを選ぶかって、うん、どの AV にしようかっていうのを見てる時に、うん、すごいプロジェクト X を感じました、ね、プロジェクト X だ。あの中島みゆきつながりでいき、はい、ああなるほどね、はい、これは一体何なんだ、はい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 、ちょっと面白い。リサーチャーのね、はい、プロのリサーチャーのドキュメントなのか、ドキュメントなのかっていうふうのはすごい楽しみねというような、ことでございます、はい、ね、最近ね結構コメントもたくさんいただきてるんで、ありがとうございます、ぜひ継続してコメントを、してください。ちょっとややこしいことになりそうでしたら動画ごと削除させていただきたい思っております。もう真っ暗なんですね、といったところで、また明日お気になさってください。お願いします。